ゲストで呼んだ会長が花台って言って置いてったのかな。パッて開いたら200万ぐらい入ってて、逆に女の子とご飯食べてさ、女の子にさいきなりなんか半分なんか出しますか言われると、そんなかっこ悪いこと言うのやめてくれるって。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。だから人のライブを見に行くとか人の舞台を見に行くっていうのはそういうことなんですって言われた時にすっごい勉強になったもんね。かっこいいな。そうだから呼ばれたからゲストだからって喜んでる若い子たち結構いっぱいいるんだよ。何も持っていかないじゃん。仲がいいから呼んでくれたみたいな。でも本来そういうもんじゃないんだよね。仲がいいからこそ本来包んで持っていかなきゃ失礼じゃん。だってファンの子たちは普通にチケットを買って見に来てるわけだから、ゲストで呼ばれた招待された人たちは包んでお疲れ様でしたって、いいステージに招待してくれてありがとうございましたって言って包んで持っていかないと失礼だよね、本当はね。なるほどなるほど。いやそうっすね。だからもう最近僕ねライブ招待されるの嫌だもんね。包んで持っていかなきゃいけないから。あれも包んで持ってってんですね。持っていくことも多くなった。そんな男になりてえな。いやでもやっぱそういうことが分かるようになってくると簡単にその見に行くとかってダメなんだなって、うん、だってそりゃそうだよね。だって相手やって本当に真剣に命かけて金かけて舞台作ってるわけだから、そこにねタダで見に行くって失礼だよね。包んで持っていかないと、気持ちだけでも。今日はありがとうって。そうっすね、うん、でもじゃあそういう尾形さんとかはじゃあ招待して、あじゃあ尾形行くよイコールもうそれはもうそんぐらいのことってことですね。そう、逆に言えばそんぐらいのことじゃない人のところに行かないっていうことですね。そう、でもそれ逆にいいですね、うん、だからそういうことができる人たちと会うと、ああやっぱすごいなって。例えば五木ひろしさんとか、あとあのスカルの夫人、うん、とか、あとそれこそ第一公社の会長だったりとか、まあ、いろんな会長クラスの人たちはやっぱりそういう昔からの伝統を大切にしている人たちとかはやっぱ包んで持ってきたりするよね。そういうもんだっていうふうに、みんなこういわゆる世代的にはもうバブルをがっつり経験している人たちですよね。で、まあ、そういう言い方をすると、経験してるからそれができるかっていったらそうじゃないと思うな。でもなんかこう知ってる知ってないって結構でかくないですか。バブルを知ってるからそれができるって言うんだったら、その世代の人たちみんな知ってるわけだから、まあ、みんながみんなできるわけじゃないですけどね、うん、みんながみんなできるわけじゃないし、みんながみんなする必要があると思ってないから。だからその年代の人たちでそういう伝統を受けた人たちがするっていうことだと僕は思うんだよ。それがヘリテージなんじゃないの。引き継いでいく、受け継いでいく、バトンを渡していくっていう行為の中で自分がやられて、ああこういうことって必要なんだなと思ったことを自分たちの後輩にやっていくっていうことをやっていかないと、どんどんそういう素敵な文化がなくなっていくんじゃない、うん、って思うけどね。なんかそっか、そういうなんか男ギャル慣習をこう継承していくみたいなって、いやだってそんなこと言い出したら、すっごく細かいこと言い出したらさ、それ贈与税かかんないのとかさってなっちゃうじゃん、はいはい、厳密に言ったらね。でも日本も
そういうところあるんだけど、慣習ってあるじゃん、法律では禁止されてるけど、このエリアでは代々伝わってることだから、それは多めに見ましょうっていうことってあるわけじゃん。それじゃあなんで多めに見られるわけ？なくしちゃいけない文化だからだよ。なるほど。だってさ、例えばね、大分、いまだにフグの肝を食べるよね、はい、法律で禁止されてんだよ。そうですよね。そう、なんで食べれんの？その文化か。全てにおいて法律で本来禁止されているものは、本来はやっちゃいけない行為だから禁止されてるけど、でも特例として許されるエリアがあったり、許される行為があったりするわけじゃん。それじゃあなんでって言ったら、昔から続いている伝統があるからだよね。だからいかにその伝統をなくしちゃいけないかっていうことの大切さが、国を司る人たちも分かってるってことじゃん。厳密に言ったらそれは禁止されてるんだよって、ダメなんだよって。だけど慣習として昔から伝わる行為だから、それは多めに見ますねっていうことがあるわけじゃない。そうですね。それは伝統だからさ、なくしちゃいけないんだやっぱり。だから昔から伝わる行為で、だからそういうなんかお花台だったりとか、その楽屋に行ってそういうことをやる行為も、今に始まった行為ではなくて、バブルを経験した人たちがやってる行為なんじゃないんだよ。昔からあるんだよ。昔から、昔本当に、それこそ舞台が始まっている昔の時代からそういうのが代々引き継がれてあるから、それを守ってやっている人たちがいるってことだと僕は思うし、それをなくしちゃいけないんだよって、現代だからそんなのはもういいよじゃないんだよ。昔からある行為で、やっぱそこには息があったりとかするから、だからなくしちゃいけないじゃないの。粋な行為ってなくしちゃいけなくない？そうですね、うん、って思う。なくなってほしくないです、ね、そう。だそれはだから、なんつうのかな、バブルを経験したことがあるかないかの話じゃないっていうか、昔からあるんだよ。なんか横浜の方で昔ちょっと水商売のバイトをしてた時に、すっごいかっこいい先輩がいて、うん、亡くなっちゃったんですけど、もうその横浜ではすごい有名な人で、でその人と飲みに行くと、もううちその人が全部出してくれるんですよね、うん、でもなんかその食事の場での払い方とか、こう誰が払うかとか、なんかそういったものはなんか結構その人の影響とかが強くて、こうで、まあ、その人はもう亡くなっちゃったんですけど、それ以降食事の場は基本自分が払うものみたいな、ものをなんかなんとなく多分その人からのこう影響が強いかもしれない。やっぱりそうやって受け継いだものがあるから、自分の後輩にはそうやってやろうとかってあるし、例えば僕さ、陽平と一緒に行って、陽平がいつもご馳走してくれるじゃん。あ、まあそれは出版の経費みたいなもんですからね。いやでも僕からすると、僕におごってくれる人って少ないね、もう今あでも僕逆によくおごっていただくじゃないですか。まあまあそうなんだけど、すごいなんか新鮮というか、どうすればいいんだろうみたいな。そうだから、自分がこうおごられることってなかなかなくて、食事をやっぱ嬉しいんだよね、そういう仲間がいて。でそれは別に、なんていうのかな、やっぱこの年になってくるとどんどん少なくなってさ、だけどなんか、あ、ごちそうさまでしたってこう言えるのがなんか嬉しいんだよね。うん、それを例えば自分の後輩とかがやってくれたらなおさら嬉しくてさ、マジでみたいないいの、うん、なんかいい、嬉しいなみたいな、ちょっとしたことなんだけど、逆に女の子とご飯食べてさ、女の子にさ、いきなりなんか半分なんか出しますか言われると
そんなかっこ悪いこと言うのやめてくれるって本当にそうですね、本当やめて、本当やめてくれるって、僕がお金がなくなったらその時はおごってなよってでもなんかこう初めての人とかは相手がガッツさんで食事に来ました、どうするのが正解なのかが分かんなかったりもすると思うんですよね。なんか自分なんかがしゃしゃり出て払って怒られて、なんか逆に失礼にならないかとか、なんかこういろんな方向を考えちゃうと思うんですよね。例えば女性であればこう、あ、私も出しますって言った方がいいのか、普通に何も言わずありがとうございましたでいいのかとか、こうどう対応すればいいのか。まあでもそれは まあそれはでも人によってやっぱ価値観が違うから難しいところだとは思うんだけど、女性だったら僕の中ではそれがいきなり女性が払うって言われると、いやいやちょっと勘弁してくださいよってなるし、それはたとえどんな人でもね、それは勘弁してくださいって、男なんでってなっちゃうし、男の場合だったら相手が払うって言ってくれた行為が、今回は払わせてくださいって、例えばそれが後輩であろうが年下であろうがって言われたら、じゃあごちそうさまでしたって受け取るし、そこで何言ってんだってはならないし、例えばそれが先輩とかだったら、自分の先輩で先に先輩が以前に払ってくれたことがあった上でだったら、自分も素直に言えるし、今日払わせてくださいって、この前ご馳走になったんでって言えるじゃん。なんか芸能界特有のルールとかもあんのかなとか、なんか吉本はこうとかなとかなんか噂では聞くじゃないですか。僕がよく言われたのは、芸能界の人で自分から払った人初めて見たってよく言われるねああなるほどなるほど、よく言われる、芸能の人って払われるのが当たり前だと思ってる人が多いから。そうですよね。僕結構すぐ払っちゃうから、はいはい、あもう会計終わりましたってすぐ言っちゃうから、はい、ってって言われることは多いけどなるほどなるほど。でも食事だけじゃなく、あれですか、そのダンサーの子たちとか、そういういわゆる面倒を見てる若い子たちとかは、もう旅費とかないやつも全部そういう時に見るわけですか。いや、場合による。僕が招待する時はもちろん僕は全部払うし、勝手に遊びに来たいっていう時は勝手にしたらっていうしケースバイケース。本当に場合によるね。え、で別にほら僕からお願いしてきてくれって言ってるわけじゃないからさ。そうですよね。来たいなら来てもいいよって。みだるくんなんて本当1年間の楽しみとか自分へのご褒美がガクさんのとこに行くことぐらいな感じに、なんか誕生日は毎年こうこうこうっていうふうにしててとか、こうこんだけ興奮仕事あれしてんだからこういう時は休ませてもらってガクさんのトレーニングにどこどこに参加させてもらうとか、なんかこう、あの子は本当かわいいよね。かわいいし、なんか僕と一緒にいて話してると勉強になるし頑張れるし、で実際にそう言いながら結果が出てない人結構多いんだけど、あの子結果出してるから、しっかり勉強もして会社、まあ、サラリーマンではあるけれども Google にも入って、で自分は何年したらこういう目標があってっていうのを全部立てて生きてるから、やっぱそういうのって僕からすると僕が教えたことをしっかり頑張って吸収してやろうとしてんだなっていうのが分かるから。めっちゃ忠実ですよね。だから自分はこうだこうだっていうふうにはっきり言うし、偉いなこの子って。僕の周りが全員が全員そうじゃないからね。
人生ってのはとかビジネスってのはとか生き方ってのはっていうのを何回も話すけど、それが全員が全員できてるわけではないからさ、やっぱり嬉しいよ、そういうことができる子が現れてくれるのは。そうするとそれは僕は信頼につながるから、この子はビジネスをなんか僕やるときに任せてもいいなとかって思えるじゃん。そうですよね、うん、すぐ今マルタにいるですね、こうこうこうでアマゾンで進化の役を申しましたみたいなのを毎回こう連絡くれるんですよ。本当、あの子は本当可愛いよ。また不器用なのがいいんだよね。不器用ですか？不器用、すごい不器用。女に対しても不器用だし、人に対しても不器用だし、みんな可愛いからいろんなとこ連れていくんだけどね。うん、なるほどなるほど、そうなんだ。なんかすごい、なんだろう、不器用っていうふうには 見れてなかったな。あの子は努力の子だよ。あ、そうですね、努力の子です。努力の子、本当に何でもかんでもやれるように思うかもしれないけど、あの子は本当に努力してる。うん、じゃなかったらあんな肉体になんないですよね。うん、そうっすね、決めたこときっちりやってるし、うん、嬉しいよ。そうそう、出かけようか。そうですね、ありがとうございました。Don't forget to always welcome the wild side.